はい、スカヤンです。今日はちょっと普段と違いまして、蝶々の話です。というのはですね、スカヤンの学生時代からの友人で中江誠さんという人がいるんですけれども、その中江さんがですね、今度こういう本出されたんです。世界のアゲハチョウ図説。これね、すごい本なんですよ。これ世界中のですね、アゲハチョウ29族603種類全部出てるんです。で、この中身がですね、種類種類について綺麗なこの標本の写真があって、しかもその日本語と英語でですね、解説がついてるんです。その解説にはですね、羽の長さとか生息環境とか、住んでいるまあ標高とか、どれぐらい珍しいとかといったことまで載ってるんですね。こんなですね、世界中のアゲハチョウ全部をこう集めたような図譜というのは、これ日本はもちろん世界でもこれまでなかったんだそうです。で、中江さんですね、この本作るのに20年かかったんだそうです。もう20年の集大成ですね。といってもですね、中江さん別にあの昆虫の研究職というわけじゃないんです。本職はですね、サラリーマンだったんですね。外資系石油会社に勤めるサラリーマンでした。で、そのサラリーマンやりながら、その仕事の傍ら、まあ、蝶々の研究をずっと続けてたわけです。まあ、そういう意味ではですね、まあ、ちょっとスカヤンがですね、サラリーマンやりながらインディアンオタクやってたのと、まあ、ちょっと似てるかもしれません。で、今日はあの中江さんに来ていただいてですね、お話をお伺いしたいと思います。あの中江さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ、早速ですけど、これは確かにすごいですね。この20年間のこの何ですか、労作と言いますか、やっぱり20年かかるというのは分かるんですけども、この20年間こうどういうことをやってらっしゃったわけですか？仕事から帰って10時以降12時まで、まあ、いろんな論文を読んだりして、あの執筆をするということを積み重ねてきたし、あとまあ海外にいろんな友達がいるので、からいろんな情報を、まあ、今ネットインターネットが非常に発達しているので、あの情報が集められて、なんとか20年かけて仕上げることができたというような感じですね。結構いろいろ苦労もなさったこともあるんじゃないかと思うんですけれども、一番難しかったのはやっぱり日本に標本がない種類も30、40ありまして、それをやっぱりヨーロッパとか南米のコレクターにですね、お願いして、蝶々は高いから売ってくれないけども写真はじゃあいいよということでですね、送ってもらったりということをいろんな方にお願いできたので完成できたし、それが今までできなかったから誰一人この本を完成することができなかったというのは、そういうところです。写真というのはもう20年前からこう撮ってたりなんかしてたわけですか？それまではもう最終で蝶々を撮るのが好きだったので、写真を撮るのはこう図鑑を作るというのが決まってから、皆さんに逆にその写真を撮るプロにお願いして、ピントがやっぱりずれちゃうと素人がやってもいい図説ができませんので、やっぱり昆虫の写真の専門家に撮ってもらいました。なるほど。じゃあご自身で写真撮られたんじゃなくて、まあ、いろんな仲間の人たちにお願いして写真を集めてたと。ちょうちょう自分で撮ったのが大半ですけど、それでも撮れないものは交換したり買ったりしたのもありますけど、写真に関してはやっぱりもうプロがしっかり撮ってもらった方がやはり綺麗になりますので、そういうことで作りました。そういう意味ではインターネットが発達したから、結構そういうお願いなんかもしやすかったんじゃないですか？そうですね、昔だったらそれこそ手紙でやり取りしたら1ヶ月2ヶ月かかるものがですね、ネットだったらもう夜出したけど朝についてる、お互いに時差関係ないので、非常にそういう意味では非常にありがたかったし、まあ、そういうネットワークができたのも一つの自分の財産だったなと思います。そういう効率よくなってもやっぱりこう20年間かけたわけですから、だからこの本からすごいのができたわけですね。まあすごいというか、いろんな各、僕はアフリカだけは行ったことがないんですけど、アフリカの情報はやっぱりいろんな方に、行った方に日本人も含めて聞くことができたので書けたということもあって、その地道なその情報の積み重ねっていうのが必要だったので、それにやっぱり結果的には20年かかってしまったということだと思います。それとこの印刷がまたこれもすごくて、ある書評によると、もう本当に実物に近い微妙な色合いがよく出てるみたいな書評を読んだことあるんですけれども、これやっぱりなかなかこの印刷というのもものすごく大事だと思うんですけれども。やっぱり図説とか図鑑はですね、やっぱ写真が命と言われてまして、写真にはいくらお金かけても、どうせライフワーク、世界でというか日本でというか自分一人で出る一冊としてはもうこれが最初で最後だと思うので、はい、その写真に関しては妥協を許さないということで、出版社の6万社の、方にお願いしてですね、チェコの専門家に写真の色構成とか、あとそのデザイン、まあ、例えば少し切れても修正は今可能ですね、デジタルによって、いうことで頼んで、やっぱり世界で一番その写真の技術は進んでいると言われているチェコの専門家に作ってもらいました。じゃあその印刷なさった方自身も蝶々の専門家でどんな色してるっていうのはご存知でこう構成なさってた？
どちらかというと甲虫が好きな人ですけども、少なくとも昆虫に関しては造形が深いので、そういうことでやりましたけど、それでも色構成ではこれは合わない、赤が強いとかありましたので、もう何回もやり取りをして修正してもらって出来上がったということ、そういう意味で現実のものに非常に近いという評価をいただいています。それとね、この図鑑を見せていただくと、時々後ろにですね、この灰色の影があったりなんかするんですけれども、はい、これは特にですね、紋章蝶みたいに白いアゲハチョウもいますので、白いアゲハチョウにバックが白だと、やっぱりその羽の輪郭が分かりづらいので、わざと影を作るというシャドウといいますか、シャドーイングといいますか、そういうものをつけて、より標本が見やすくするためにわざわざシャドウをつけているということがあります。そういう工夫もなさってるんですね。なるほどね。でこの、まあ、607種類でしたよね。603種類の中でこう超レアというか激レアな蝶ってのはどれですか？603種類の中で、アジアの中でこの蝶々だけは未だに取れてない、ほとんど取れてないというのが同じカラスアゲハという蝶々で、これが、今インドにいるんですけども、もうこのそうですね 40,50 年取れてなくて、写真ではある人が撮ってきたんですけど、実際に撮った人がいなくてですね、でこれは50年以上前にインド人が撮ったものを、今東大に入ったものを標本を借りて写したものですけども、これは同じカラスアゲハといって難攻不落のアゲハチョウということで有名です。最後の標本が50年前60年前。そうですね、それぐらい以降全く取れなくて、もう何人も世界中のいろんな猛者が取りに行ってるんですけど、落ちないということで、他は全部落ちたんですけど、アジアではこれだけは今落ちてません。絶滅したわけではないんですね。絶滅したわけではないと思います、はい、インド広いですから。ただなぜか取れなくて、まあ、あと治安も悪いということもあるし、まあ、部族間の抗争ともあってなかなか入りづらいということもありますけども、他にどんな珍しい蝶々ってがありますか？そうですね、これは絶滅したとも言われてるんですが、リオデジャネイロにイピタスタイマイという蝶々がいまして、これは実は1937年に採集されてから一切誰も取ることができなくなってしまった蝶々で、今これは絶滅したと言われています。で世界に 12,3 頭ぐらいしか標本が残ってないんですけども、これもなんとか競りで打ち落として今日本に打ち落として多額のお金を払って、まあ、図鑑のためにはこれはないと。じゃあこれ中井君これ持ってるわけ？これ持ってます。おすげえ。日本に一匹しかない。日本に一匹しかないの。中井君持ってるんだ。まあ、すごい。まあそれはない。まあなんとかヨーロッパのセリでちょっと外人頼んで落としてもらって。ですから世界に 12,3 匹しかないと言われてる。その標本が世界に 12,3 個しかなくて、まさかそんなに絶滅と思ってないから、取ってなくて、もともと珍しかったから、でその後何人も言ってますけど、絶滅したイピタスタイマイという、イビタスタイマイ、はい、というのが、ね、まあ、マニアの中では有名だし、日本中にもマニアいますけど、私しか持ってません。それでね、この図鑑見てたら、まあ、いかにもアゲハチョウみたいなものもあるんですけども、なんか色はね、この白くて、まあ、例えばこんなやつとかですね、こんなん全然アゲハチョウに見えないんやけども、一体アゲハチョウというのはどういう特徴があって、アゲハチョウ、これはアゲハチョウ、これは違うって決まるんですか？なるほど、それはですね、学問的に、まあ、ちょっと、写真があるのでお見せしたいんですけども、2つありまして、1つは、足の部分なんですけども、アゲハチョウにはですね、ここにトゲが、足の拡大した写真ですけど、トゲがここにあって、これを葉状片というんですけども、これがのがアゲハチョウの特徴で、モンシロチョウとかシジミチョウとかタテヤチョウというチョウにはないのが、じゃあ日本のアゲハチョウとってもこういうなんか足にトゲがあるんですか？必ずついてます。でこれは学者が今推測しているのは、触覚についた花粉を取るために必要なんじゃないかというふうには言われてますけど、本当のことは分かりません。それが一つと、からもう一つは、アゲハチョウの幼虫というのは、まあ、鳥に食べられるのが一番怖いわけなんで、鳥が近づくとこういう収穫というのを出して、オレンジの収穫を出して臭い匂いを出すんですよね。なんかヒゲじゃなくて角みたいなのが出すんですよ。それで鳥に食べられないようにするという特徴があって、これは他の
モンシロチョウとかタテヤチョウとかにはありません。アゲハチョウ独自の特徴という、いや僕なんかもね子供の頃ね、小学校の頃こういうアゲハチョウの幼虫飼ってて、でまあこんな臭いの出すのはあのなんかそう何や、ね、あのか柑橘系の匂いみたいななんか独特の匂い出ますよね。まあ柑橘系のものを食べるのでそういう匂いがするんだと思いますけども、あ、まあ、それが鳥が嫌がるということが知られていて、それでまあ、あの自分の身を守ってるという、でこれをやるのはアゲハチョウの種だけということで、この2つが大きな特徴で、一応学問的にはあの、じゃあこの白いやつも一見あの白蝶みたいに見えるけども、はい、このあの子供の頃にこんな角出すし、足見たらトゲがあるしということでアゲハチョウだということが分かるわけですね。ああなるほど。でこのアゲハチョウも含めですね、確かあの蝶々とガっていうのはなんか臨種目ってね言われるんですけども、はい、そういう蝶々とかガっていうのは世界に大体何種類ぐらいいるんですか。ですね、いわゆるあの蝶々とガっていうのは学問的にはあの臨種目という一つの特化会で、世界に16万種類ぐらいいるんですけども、あの国によっては蝶とかっていう区別はしてないところもあります。これあくまでもその、日本とか、まあ、アメリカとか、まあ、バタフライモスって形で言ってますけども、あの同じ一つのあの臨種目ということで、あの区別しない国もあります。その言葉がない蝶とかガとか言わなくて、うん、一つの言葉であの表す。そういう国もあるということですね。なるほどね、はい、ほとんどが結構大多数がガだというふうには聞いたんですけれども、うん、そうですね、だから、まあ、16万種あるうちの、まあ、80から 85% はガで、蝶々、うんうん、はせいぜい、まあ1万8000から2万種ぐらいしかいないというふうに言われてました。蝶々全部で1万8000種から2万種で、その中でアゲハチョウが603種、だから1割にも満たないですけどね、大きいけども種類数としては大きなあのことはありません。確かに大きくてね、アゲハチョウは大きくて派手で綺麗ですよね。で、まあ、日本でいうと大体蝶やガの臨種目は何種類ぐらいいるの。約5000と言われてますけども、ほとんどがやっぱりガで、蝶々は高々240種類ぐらい。じゃあ鳥よりも少ないんですね。そうですか、あそうかもしれませんね、はい。でその中でアゲハチョウ、日本のアゲハというのはどれぐらい。日本では21種類で、時々、まあ、あの名鳥といって台湾やフィリピンから沖縄に飛んでくるのもありますけど、実際に到着しているのは、まあ、21種類というふうに言われてます、ね。なるほどね。で私はあの割にあの、ね、北アメリカの動物とか好きなんですけども、まあ、いろんなこのアゲハチョウがいる中で、北アメリカのアゲハチョウの特徴って何かあるんですか。北アメリカはですね、あそうちょっと見ていただけるといいんですけども、これが、北アメリカの蝶々なんですけども、はい、やはり柑橘類を食べるんですけども、はい、トラ模様って言われていて、トラフアゲハっていうんですけども、縦縞のね、黄色地に黒い縦の帯が入っているので、トラフアゲハと呼ばれますけど、これがまあ北アメリカの特徴で、まあ、日本でいうキアゲハに一番近いんですけども、それがまあ一番大きな。なるほどなるほど。ただメスになると、やっぱり鳥から食べられないように、毒を持っている蝶に似た擬態して、トラフ模様じゃなくてオスメス、同じ種ですからオスメスなんですけども、メスはそういうことで擬態をするために。なるほど、これとこれと同じ種類なんですか。メスはやはり種を守らなくちゃいけないということで、まあ、擬態してなるべく鳥に食べられないように努力をしているという。そしたらね、だって蝶々って基本的にアゲハチョウが特に派手で綺麗じゃないですか、はい、そしたらみんなそんな要するに鳥に食べられたら大変だから地味になればいいと思うんですけどね、うんうん、それはまあ正直はっきり理由は分かってませんけども、やっぱりそのなんていうかな、メスをと交尾をするためになるべく綺麗で元気な姿を見せるために努力をしたというふうにも言われてますし。なるほど。鳥もそうですよね、オスが綺麗でメスは地味だというの、まあ種族みんなそうかもしれません。で今日はなんかこの図鑑だけではなくて、今日はなんかとても貴重な標本を持ってきていただいてるんですけども、はい、ちょっとそれ見せていただけますか。はい、まあ、ちょっと代表的なアゲハチョウをいくつか持ってきたんですけども、まあ、簡単にご説明します。皆さんがよく街の中で見ているアゲハチョウとかケアゲハというのは、これは例えば山椒とかみかんを食べる、これはパセリとか人参を食べるので、まあ、市内のでもよく見かける蝶々なんですけども、同じように見えるけど食べるものが違うんですね、幼虫の食草がね。そうですね。でこれはもう山にいるミヤマカラスアゲハという種類で、これはキアダとかコクサギという、まあ、山にしかない柑橘類を食べるので山にしかいません。この中でこう思い出の蝶々とか何かあるんですか。そうですね、私が
なぜ揚げ町の収集に走ったかというのは、実は台湾にいるフトアゲアという町に見せられたからです。でこの町長は実は私が、高校1年ぐらいの時に読んだ北森雄の谷間にてで紹介されている町長で、その時世界に6匹しかないという。北森雄確か結構昆虫エッセイ多かったですよね。そうですね、彼はドクトルマンボ航海記とかドクトルマン昆虫記も書いて、まあ、彼自身町長は非常に大好きな方であったんですけども、その中で入ってる谷間にてっていう小説を読んで、私はそれに見せられて実際に台湾に取りに行きましたし、まあ、取りに行くこともできたんですけども、非常に珍しい。だってそれまで世界に6つしかなかったんでしょ、その小説はね、うん、超レアじゃないですか。そうですね、それからまあもちろん10年ぐらい経ってからですけど、まあ、その時ではまあかなり採集地とか採集する時期とか食草も分かってきたので、まあ、だったそれでも1週間いて、そうですね、3つ見て2匹だけ取れましたけども、そういう蝶々、今はもう台湾の方で厳重に採集が禁止されて取ることができなくなりましたけど、見ることはできますので、見ることはできるんですね。一度 NHK 特集で一緒に行って、それが素晴らしい蝶々、はい、だからこの蝶々を撮るため、この蝶々を見るためだけにこう台湾行ったわけですね、中井君は。まあそうですね、そういう意味でね、はい、そういう意味でね、他に何か。あとはですね、実は中村哲さんという、2019年にアフガニスタンで、教団で倒れた先生いらっしゃったんですけど、確かなんか現地の人たちに井戸を掘ったりなんかして、現地の25キロほどの農業用水を引いて、まあ、40、50万人の人を助けたという有名な方なんですけど、実は彼がアフガニスタンを不妊地として選んだのは蝶々が好きだった。本当ですか。でその蝶々は実はこの蝶々で、何という蝶々ですか。これですね、オートクラトールウスバという、オートクラトールウスバという、はいはいはい、でやっぱりアフガニスタンメインに、高さ4000メートル、5000メートルにしかいない蝶々で、もうほとんど取ることができない。でも中村さんも意外に不純な動機で行ったんですね。本当かどうか分かりません、ね、本当かどうか分かりませんけど、虫屋では、選ぶんだったらアフガニスタンと分かるわけです。それぐらい素晴らしい蝶々。でもまあそのね、蝶々がきっかけでそのアフガニスタンで素晴らしい仕事をなさったわけですから、それはもう蝶々の功績と言えるかもしれません。分かりませんから、そういう意味での非常に有名な、というか本当は帰ってきて、彼が本当に取れたかどうか分からないんですけど、分かりませんけど、そういう理由だというふうなことも聞いてます。はい、あとはですね、ヨーロッパにアポロ蝶という有名なアルプス山脈にいる蝶々がいまして、これに見せられてヘルマン・ヘッセとかファーブルは昆虫記とかそういうのを書いて、本当ですか。そんなその小金虫とかもあるんだけども、この蝶々はもうアルプス有名で絶対に見て見せられた蝶々に間違いないし、彼の中のファーブル昆虫の中にも入ってます。あと一番実は最近見つかったのがこのナテワアゲハという、フィジーナテワというので、これは、フィジーの、島で3年前に見つかったんですけども、こんな大きいアゲハが3年間見つからなかったっていうのは非常に不思議な話なんですけども、これ3年前に見つかったんです初めて。そうです。それまで見つかってなかったんです。それはこのナテワというその半島にしかいないと、でその半島は長い期間かけてその島にぶつかってできたもんで、他の島のところにはいない、で植物の特異だということで、その半島にしかいないということで見つかってなかった。独自の進化を遂げたということなんですね。その限られた、そうですね、その島にしかいなくて、それがぶつかって今半島になってますけど、そのナテワ半島にしかいない今のところですね。もしかしたらいるかもしれない。まだ見つかってないけど。要は昔は孤島で、その孤島で独自の進化を遂げて、ぶつかって半島になった。で、だから見つからなかった。ここからだん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 こっちの方に、本島の方に来たりなんかはしないんですかね。まあ、これからだと、でも植物層が違うので、そこにやっぱり親が食べる食草がないとできないので、そこに独自の、そういう意味では本当蝶々にも進化の不思議みたいなのがね、あるね。そうですね。ずいぶん大きな、ね、この蝶々、これ、これはトリバネアゲハの仲間なんですけども、インドネシアニューギニアにいて、やっぱり5メーター10メーターの高いところを飛ぶ蝶々で、昔それがなかなか届かなかったので、
採集人たちが鉄砲で落として取ったという、はいはい、だから鳥羽って名前ついたんです。鳥と間違えたみたいな間違えたんだ。大きいからって、大きいからってことで、はい、鳥じゃないことは分かってたけども、そうです、ね、捕まえるのに鉄砲使ったら大きい、ね、降りてこないからもう、まあ、オスとメスでこれだけ違う。同じ種類なんですか。同じ種類なんですね。やっぱりあのオスはなんとかメスを、に魅力を出すために綺麗に、メスはなるべく鳥に食べられないように地味になってるという形ですね。でこれがさっき言った北アメリカにいる、あのトラフアゲハ あのだからメスの方で、これは実はこのこれは毒のあるってことなんですよ。これは、これはいはい、あの馬のクス草という毒のある食草を食べるので、体に毒を持っているので、鳥がもう食べるともうあの、まあ、いわゆる下痢を起こしたりするのでもう食べたくないということで、それに似せればこれは毒はないんだけども、これが飛んでると思うから食べられないということで、オスはポコポコ食べられちゃうけどメスは食べられないというようなことをして、まあ彼らはやっぱり種の保存を図っているというのはあります。ところでこの標本の中に一つアゲハチョウ以外のものが混じっているそうです。これは実はガなんですけども、こっちはガで、ガなんですか。これはでも昼間飛ぶからこんな綺麗なあの、ニューギニアとかオーストラリアの方にいるガなんですけど、これも毒があって、ところでこれガって言うんですけど、僕らガって言うともっと触覚がバーッと太くてですね、体も太くて、で羽は地味でみたいなイメージがあるんですけど、それがメインそうなんですよね。だけどあの昼飛ぶ側はやはりそれなりにやっぱりメスを あのなんていうかな、呼び寄せるためには綺麗な方がいいということで、やっぱり 昼飛ぶ側はこう綺麗になる。でただどう見ても一見して分かるのはですね、ガというのはこの触覚がこうなってますけど、先っぽが細いんですよ。さーっと細くなってるんですね。はいはいはい、で蝶々っていうのはこう見てください。これもそうですけど、必ず先っぽがこう太い。太くなってる。これは例外がありません。ですからもうどんな蝶々も先で、ガはもう細いです。さーっと、いくらあの毛がなくてもガはこうなってるので、それが一つの見分ける大きなあれで。あとまあ。アゲハではないけども世界にいろんな蝶々がいて、これはご存知の国蝶の大紫という日本の国の代表する蝶々で、これはあの縦葉蝶科に属していて、あのエノキを食べて、あの幼虫の時ですね、食べているというものとか、あと今結構マーキングといって、その2000メートルも3000メートルも飛ぶ蝶々なんで、これアサギマダラはそういう、あの例えばその新潟県とかそういうところで飛ばして離すと3ヶ月経ったら台湾で捕獲されたとかですね。これ実はあの、ボールペンで新潟9月2日とか書いて、で台湾で取れると今ネットで取れましたよっていうのが分かるので、そういう調査をしてる。そうそう、アサギマダラがその旅行するって話は僕も聞いたんですけど、結構有名で新聞でも結構あの相当ですね。やっぱり新潟から台湾っていうと結構命がけで行くんですね。風に乗って、まあ、ふわふわ飛ぶんですね。やっぱそれだけ、普通の蝶々はまあ2週間ぐらい死にますけど、この蝶々は強くてまあ3ヶ月4ヶ月生きるので、はい、それにしてもですね、ここまでこうアゲハチョウとか蝶とか虫にですね、こうのめり込むときっかけってのは何かあったんですか。やっぱりその最初はあの夏休みの宿題でね、あの夏休みの宿題と子供の頃の小学校の 4,5 年生の時に、あの家族旅行で八ヶ岳に行って、八ヶ岳にあのまあ、私千葉なんですけど、千葉にいないあの蝶々がたくさんやっぱり山の蝶々がいて、それをまあ標本作ってやったところ、まあ先生に褒められて、これは素晴らしいと言われて、それで、あ、じゃあもっと他にもどんなのがいるのかなっていうことで、そもそものきっかけはさ、小学校のそういう夏休みの宿題 で先生に褒められたのが一つの大きな夢で、とってこんな素晴らしい蝶々があの日本にいるんだっていうのをもう取って感激したのが一番大きかったかもしれないですね。それがそのままずっとこう続いたっていう感じなんですか。そうです。それが普通の人はまあね、中学校 1,2 年で飽きて、まあそれこそ今ではまあパソコンとかそのゲームとかに行くんだけど、まあ当時私はまあのめり込んでもっと世界の蝶々を取りたいなと。昆虫少年がそのままそうしたら大きくなって、まあそうですね、まあしぶとくそうなったということもあったし、あとそのいろんなやっぱり海外にも仲間ができて、その家族ぐるみの付き合いもできるし、どん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 深まっていく。まあそういう意味では特にゴルフやテニスと違ってマイナーなれなんで、外人でも本当に、あ、お前ちょっとやってんのってことでですね、もう本当にすぐ友達になれという、こともあって、まあそういうお互いの話をしたり、例えばアマゾンでドイツ人の最初の方と会った時に、
の夜飲みながらね、この前アメリカとやって負けたけど今度組む時また組もうぜとかいう、そういう話、何それ、戦争の話ですか、そういう、なんていうかな、もちろん半分冗談だけど、そういう、あのアマゾンで会ったらそういうお互いにおーってことでね、そういうのもあるし、うん、だからそれは国の、なんていうかな、あの関係なし、そのなんて地位年齢関係ない、あの、友達関係ができるということでは非常に今でも財産だと思ってます。でその子供の頃から興味を持ってどん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 そうやってのめり込んでいかれたんですけど、それで研究者として活動なさってるわけではなくて、まあくまでもアマチュアで、僕は普通の外資系の石油会社のサラリーマンを、まあ、あの、ね、そういうふうに聞いてます、はい、うん、それはでもなんでそっちの方に行かれたんですか。いや、それはやっぱり、正直言って飯が食えません。あ、研究者、それはそれは、まあ、一人もなんかあればいいかもしれませんが、やっぱり嫁さんと子供2人いたらできないし、それはあくまでも趣味ということに自分でもしたいと思ったし、で、あの、いろんなでも会社がある中で特にそういう外資系の石油会社、あ、そうですね、これ、あの、まあ、一つは、まあ、あの理系の化学専攻だったこともありますけども、はいはいはい、その中で自分の将来を考えた時にやっぱり町長で海外に出張の機会が大きいのは何かなと思ったら、あ、これはやっぱり石油だったら海外に海外で、あの、なんていうかな、あの、行く人の機会が多いだろうと。その仕事選びも町長がメインで仕事選んだわけですか。あ、つまりは大きなことは言えませんけどもそれはそうなんで、それで、あの、まあ、石油を選んで、まあ、実際にその、まあ、英語も必要だと思ったんで、まあ、海外にも留学したし、まあ、そういうこともあって、あの、基本は町長のためにそういう会社を選んだし、あの、まあ、大変だったけども海外留学もしたしということで、まあ、そういうことで、まあ、あの、出張のたびにちょっと上司からお休みをもらって、あの、アビフルというようなこと。なるほど。で、どうでしょうか、具体的にはそのやっぱり外資系 の、 あの石油会社選ばれてよかったですか、その町長 の、 あの研究のために。そうですね、一つよかったのは、その、あの、日本の会社と違って、まあ、私はもう何ていうか有給が取りやすかった。あ、しかもその、はい、年に20日間もあれば、それを逆に取らないとダメよということで、そういうカルチャーのある会社だったので、その例えば2年間、休み全く取らないで1ヶ月間アマゾンに行くというようなこともやりました。そういうのできるんですか。できるというか、まあ、上司はもうしかめ面しましたけど、まあ、一応権利としてね、あの、2年食べれば40日もありますから、そういうことで、まあ、上司に土下座して、そこから前も出世ないねって言われました。でもそれは例えば他の会社でもね、あの、住んだところは同じだ、その外資系の石油会社独特の何かってありました、そのいろんな点って。そうですね、僕の場合はその、潤滑油の技術営業をしてたので、あの、ということトヨタ、日産、ホンダ、小松、そういうところが海外に進出してますので、現地で作る車の潤滑油、いわゆる車の、それを技術指導という、そういうような仕事をしてる。でもその出張が多いと結構忙しくて大変なんじゃないですか。あ、それはそうなんですけど、その後だから休暇を取るわけですね。だから4日間、まあ、向こうでビジネス打ち合わせをした後、4日間は、休んで、なるほど、メキシコ。でも別に日本から直接メキシコ行ってもいいと思うんですけど。それはそうなんですけど、せっかく日本からメキシコ行ったら往復30万かかるのが、あの、いわゆる、まあ、ニューヨークから行けば往復6万で済みますから、出張がニューヨークだから、そう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 、だから、そんな、あとは、あの、ホテル代だけ、あの、自腹を切ればいいので、まあ、そういう意味では、良かったし、まあ、上司ももう、あ、長女基地があって分かってるから、またかっていうことで、しょうがないなっていうことで、まあ、一応権利は権利で、まあ、あるので、ニューヨーク行ったついでに、そう、まあ、どっちがついてるか分からへんけども、そう、まあ、まあ、まあ、仕事はもちろんあってやるわけですけども、はい、その後は、なんとかそういうことを言って、それも、まあ、一つの、まあ、うまくいった例の一つだったということだと思いますね。あの、全部でどれぐらいの国に行ったですか。32、3で、少なくとも、あの、網は振ってますね。まあ、それで、アフリカ系はもう行ってますし、南米からオーストラリア、東南アジアから、まあ、中東はオマンまで、あの、採集したことがあります。はい、これ、こんな変なとこも行ったんよみたいなところってどっかありますか。そうですね。まあ、ある意味でその中東のオマンというのは砂漠ですからね、普通町長なんかいないと思うじゃないですか、でもやっぱりオアシスがあって、77種類町長がいるんですよ。で、たまたまその、縁があって、オマンに、オマンの国立博物館に
昆虫類を寄贈するというプロジェクトがあったので、標本ですね。でせっかくだからその蝶々だけじゃなくてカブトムシやトンボやなんかも寄贈しようということで友人に頼んで、そのもらって、それで向こうの国立博物館に寄贈するということを今進めておりまして、まあ、それも一応新聞等でも紹介されたんですけども、それは一番良かったのはその馬にとってはその子供たちがね、蝶々、いわゆるその世界で大きいこういう南米のモロチョも見たことがないし、カブトムシもあんな大きいヘラクレスオオカブトとか、コーカサスオオカブトがいるなんてことは知らないわけですから、それをやっぱり見せられるってことは、オマーンの国にとっても教育上ものすごく大切であるし、あと彼らとしてはやっぱり観光政策の一環としてそういうものがあるってことは他の中東の国ではないもんだから、そういうなんか昆虫館みたいなのを作ったという、昆虫博物館の中に昆虫の食線を作ってくれる。へえ。でそれで中江さんがその手持ちの標本かなんかをあれしたと、7000匹蝶々で2、3000と、あとは私の友人の、女性の昆虫採集家に頼んで、彼女が取ったカブトムシとかクワガタとかコオロギとかバッタとかそういうのも全部まとめて、寄贈して、おまんの大きい風に、渡したということ、おまんの人喜んだでしょうね。まあ、そうですね。それが、ちょっと今コロナでその立ち上げ遅れてますけど、でもなんでそもそもその、ね、おまんって、ね、僕らちょっとあまり馴染みがない国なんですけども、なんでそもそもそんなにおまんとこう深いつながりが、それはですね、実は、私の友人が、中おまん大使で4年ぐらい、首都のマスカットに外務省から派遣されて向こうの大使をやったんですよね、はい、お友達が、それで大使が帰ってきて飲んだ時に、オマーンの話をいろいろと聞いて、もう僕もちょうど寄贈しようと思ってたんですけど、もう日本にはもう標本あり余ってるどっか、そういうのを喜んでくれるところだったら、それはオマーンは絶対喜ぶからということで、そのオマーンのなんていうかな、方に行くという、いろんな人脈をいろ、なるほど、たまたまそのお友達がオマーンの中オマーン日本大使で蝶々仲間だったんです。蝶々仲間、ああなるほどなるほどなるほど、はあ、じゃあ蝶々のつながりからこうやってこう、まあ、そうですね、実はそのオマーンの王女様は、半分母親が日本人で、お父様が国王の方で、武才な王女という方がおられて、その方は実は蝶々が好きだということは、ちょっと、はい、半分日本人ってお父さんは、オマーンの方、国王が、若い頃に日本にその、親善旅行に来てたんですけども、その時にその自分のなんていうかな、国王ということは隠して、でいろいろと旅行をしながら、たんですけど、たまたま神戸でその大山さんという方が女性なんですけど、見せられてですね、お付き合いをしてたの、神戸でね、それで、でも当然本人も知らないし、で、プロポーズもしたんだけども、そんなアラブのわけのわからん国の人に、私の大切な娘をお父さんにくださいって言ったら、あかん、何考えてんねん言われたわけ、王様とは知らへんから誰とこんな言葉も通じないのにと言ったんだけども、それでも言わずに、なんとか説得して、で本人もなんとか説得して、すごいですね。それで、そうですね、戦争が起こってしまって、それで国王も帰ってたんですけども、その時は後から連れてくるからということで、その子供も含めて、子供さんができたわけですね。できたんですね。それは今の王女ですけど、置いてったんですけども、お母さんはその3年後ぐらいに病気で亡くなってしまって、で後から戦争終わった後に、その武才な王女が本国に移っているということで、でたまたまその家の中の、なんていうかな、装飾品とかいうのが蝶々が好きなんてことは、分かっていたので、で、せっかくだから行った時に、会いたいと、お願いしたのね、日本人のあれもあるからということで、喜んだでしょ王女は。ところが、男には会えませんと。何それ。そういう
手、それこそ今の岸田総理大臣が言っても会えないんですよ。そういうなんかその、ね、女性は女性としか会わないっていう、なんかそういうなんかあれが規約、アラブか思わんか分かりませんけど、それがあって、あのいわゆるイスラム教かなんかの教え、教えかもしれないですけども、そうですね、なもちろん一般人はいいんですよ。だそういう王族か皇族か分かりませんが、の女性はあの外国の、うん、わけのわからん系統と合わないと決まってて、うん、でたまたま今回その、町長を寄贈してくれた、うん、僕が寄贈したのは、うん、町長ですけど、彼女はカブトムシとかクワタを寄贈してくれたので、うん、一緒に行ったんです、うんうん、あなるほど、女性 の, あの方だから、この、昆虫研究家の方コアラ、ミネコさんという方なんですけど、その方、うん、はあってもいいわけで、女性だ、あってもいいんで、うんうん、でお手紙を書いて、そこで、うん、それで、ぜひ日本からこういうものね、寄贈しに来ましたと、はいはいはい、で、プレゼントも、うん、この大間崎っていう日本の国章をね、はいはい、持ってって、うんうん、あるので、お渡したいですっていうふうに言ったら、うんうんうん、たまたまちょっと体調が悪くて、うんうん、できなかったんですけど、もう、紫色のその色紙に大変ありがとうというものをいただいて、帰ってきたという。そのオマーンの王女さんのあの不細な姫ですか、はい、もう結構姫っていうのも結構なお年、あもう82歳いっておられて、あまああれだったんですけども、でも喜んでいただいて、まあ、それも一つの、まあまあ、大げさに言えば、うん、国と国の、ね、交流の一つになったかと思うし、まあ、いい記念になったかなとは思いますけどもね、まあ、そういうこともありました。それでまあこうやってお話伺ってると、もう万のところまでお話がいってですね、それでまあもともとはまあ子供の頃のそういう昆虫採集から始まって、ガン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 こう、はい、もうほとんど昆虫一筋 の, こう、はい、今までの中江さんの人生じゃないですか、はいはい、で奥さんとかお子さんとかどない思ってるんですか。トランポールですね、もう一切無視というか、無視というか、というか、特に奥さんは昆虫がお好きな方というわけでもないんですか。ないですね、だからそれは全然もう普通 の, 女性なんで、うん、ただ一つ言われたのは、もうあんたのその蝶々の収集は構わないけど、うん、息子二人には絶対に教えるなと、昆虫採集に連れてって負けにならんと、あなたと同じような人生を送ってしまうのは困ると肩気になってほしいということがあって、したがって残念ながら息子はもう普通にテニスとか、まあそういう、まあ例えば和太鼓とか、そういう、まあ肩気の生活を送って、今サラリーマンやってますが、まあそれはそれで、まあまあそういうことで、まあまあ理解があったといえば理解があったのかなというふうに思いますけども。でもお父さんとしてはやっぱり自分の後を継いでほしかったんじゃないんですか。いやそれはでもね、本人の中でたくさん虫もいるけど、仲間がいますけど、子供までやってるって本当限られてます。ほんの50人いても1人か2人しかなくて、やはりそれはそれで違うということで、うん、まあそれは許容しない方がいいのかなと思います。でもその奥さんも息子さんも今回こういう素晴らしい本が出たことでまた見直されるんじゃないですか。それはどうかわかりませんけども、まあ、一つこういう本が出たのが一つの節目になると思うんですけれども、はい、この後どんなふうな活動をなさる。そうですね、一応ここで20年かけたものができたので、なるべく多くの方に読んでほしいので、これからその、まあ、学会での講演とかそういうことも含めて図鑑の紹介、方々、アゲア蝶の素晴らしさを伝えていきたいと思うし、から個人としては、まあ、あとまだせっかくこれ日本語版なので、海外からも非常に多くの要望があるので、全部英語に直してですね、完全英語版というのを、まあ仲間と一緒に2、3年かけて作って、でそれでポックリと一番いいのかなと。どうも本当今日はお忙しいところありがとうございます。後日中江さんに勧められて谷間にてお読みました。北森生の作品を集めた新潮文庫の夜と霧の墨でという本に収められていました。台湾のむせ返るような濃い自然の豊かさと、そして荒々しさ、そしてその中で幻の蝶に出会ってしまった蝶採集人の執念というか情念というかロマンというか、そういうものを感じました。